ニジェルの首都で抗議による放火が2日目に入りましたシャルリーエブドの最新号に掲載された預言者ムハンマドの風刺画に怒った人が複数の教会に火を放ちましたニヤメの警察署も襲撃されました暴徒化した抗議の中ですでに死者も出ています 一方パキスタンの港湾都市カラチでも人々が集まり怒りをあらわにしていましたフランスアメリカイスラエルの国旗が燃やされ集団が抗議の言葉を唱えていますパキスタンのカーン内相は風刺画の出版を非難しました 宗教をそれぞれの信仰を尊敬しないならテロリストはその状況を利用して困難を引き起こすことでしょう私は確信を持っています表現の自由をういながら私たちの宗教を侮辱する人たちはテロリストが銃を向けるのと同じことをしており同じような破壊をもたらしていますイエメンではフランス大使館の警備が強化されました首都のサナーで大規模な抗議デモが行われたためです ニジェル当局は被害の規模を把握ししようとしていますフランスと関係のある企業が襲撃されたという報告もあり現地のフランス大使館は外に出ないよう在住フランス人に呼びかけています。